こんにちは、ひろきです。おや、今日のひろきさん、なんかこう斜め下からこうアングルを撮っていてですね、まあ、背景とか僕自身がめちゃくちゃかっこいいですねとお思いのあなた、それは勘違いです。勘違いです。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、今日伝えたいことは何かと言いますと、あのビジネスと恋愛はですね、まあ、共通しているところが多いなと思いまして、それについて具体的にお話しさせていただけたらなというふうに思いまして、こうして動画を撮ってるわけです。で、あのどういうところが共通しているかと言いますと、あの最終的にですね、まあ、人の心を、あの相手の心を誘導してですね、あのビジネスの場合ですと、まあ、商品を買ってくださいですとか、あの何々の契約を、お願いしますですとか、何々に参加してくださいですとか、という話がありますね。で、あの恋愛ですと、あの付き合ってくださいですとか、まあ、結婚してくださいっていう、まあ、最後にそういうクロージングをするわけですけど、まあ、そこまでの過程というか、まあ、そういうその部分が結構似てるなって、相手の心を動かすっていうところがすごい似てるなと思いまして、で一番重要なのがこう信頼関係になってくるわけです。あの相手いきなりこれあのセールスでこれ買えとかっていきなりあの会ったばっかりの人に言われても買わないですし、会ったばっかりの人に結婚してくださいって言ってもあのしないわけですね。なのであの信頼関係を、まあ、コツコツ積み重ねていくっていうことが大切だということを思いまして、今日もそういうことを意識して頑張っていきましょう。ありがとうございます。